講師では、向井が初挑戦する朗読劇「ハロルドとモード」についてインタビュー。最初にお話を聞いた時は嬉しくて、ぜひやりたい。とお返事しました。生田、斗真、君から始まり、藤井、竜星、佐藤、勝利とみんなタイプの違うハロルドを演じてきているので、僕も僕らしいハロルドができたらいいなと思っています。と意気込んだ向井。また、 ハロルドとの共通点は「かまってちゃん」だそう別に一人でも平気っちゃ平気になってきたんだけどやっぱり人と喋りたい人に触れたい愛されたいって思うんですよね愛されたいから僕も愛を持って接するし愛されたいから愛するその思いが根底にあるんですと愛についての思いを語ったまたたくさんの愛に囲まれているという向井は「 関西ジャニーズ Jr. との出会いは、僕にとってやっぱりすごく大きなものでしたね。違う道を選んだ仲間もいるけれど、一つ一つ、全部の出会いが僕にとっては大切です。当時の仲間でいうと、質、竜太くんとはずっと仲良し。今も毎日のように会っていて、昨日も二人で牛丼を食べて夜まで一緒にいました。今日もこの後会う予定、わら。 あとは、ミッチー、道枝駿佑ともよく連絡を取ってますね。ミッチーは後輩だけど、僕にとっては相談もできる頼もしい存在、と、仲間への感謝を語っている。自身の所属するグループスノーマンについては、愛の大きな人たちの集まり、だという。ツンデレな愛情表現をするメンバーとのほっこりエピソードや、愛のあるメンバーに囲まれて仕事感に変化があったことなど、 たっぷりと話している付録の「ーボードピンナップ」には表面向井松村北斗松田元太裏面 HiHiJets それぞれに縦3点×横3点イコール計9点のグラビアが掲載また「BookInBook」Book では HiHiJets アリーナトゥール2023ボウオーストの様子をお届けする。